ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおはようございます、ミネオです。今回は、ロモスマーム実装記念ということで、マームからの願いがあるということなんですけども、まあ、実装されたね、周りちょっと見ていけたらと思います。まずね、まあ、言わずと知れた宝探しなんですけども、まず詳細見ていきましょう。で、今回ですね、光光明の杖、うん。で、この HP 大回復と一応ね、味方全体の、まあ、麻痺とか気絶、睡眠、麻風時を解除するという、まあ、今までにはない形にはなるんですけども、1個注意点っていうかな。うん、まあ例によって、1凸以上しても、すぐ使えません。ガビーン、オーマイガーということなんで、1凸ねしてすぐ使っちゃおうとかね思ってる方、要注意です。そして例のごとく、すり抜けはアバンストラッシュ、ね、今回のすり抜けはアバンの剣でした。で、今回ね、このローブ上の HP プラス30がね、もしかしてちょっと微妙かな、みたいなね、ところ。そして、今回も言わずもがな縦ブロックがあります。なので皆さん、負債は注意してね。おじさんは、鍵で当たらなかったよ。はい。ということでね、1個目はね、レベル1凸してもちょっとね、使えないというとこね。うん。はい。そして、今回ね、マームさん、絆の特徴なんですけども、今回、主人公、相棒、光属性、ダメージアップ 15%、ガード成功時、味方全員の最大 HP 割合回復 2%。ビビたるもの的な部分もあるんですけども、アバンス先生と違ってガード成功時にもう味方全員が回復しちゃうというところ。これは割ともしかすると結構いい裏効果なのかもしれないです。はい。で、これに際してやっぱり相性が良くなってくるのがおそらくですね、今これちょっと水晶適当につけちゃってるんですけど、この、大君。大君の、デルムリン島衣装の場合、ここ見れないかな。あのね、デルムリン島衣装の場合ね、ガード率上がる項目があるんですけども、あのガード率アップがね、割と、ここね、ガードゲージアップ、割といいんですよ、うん、割といいんです。なのでちょっと水晶何つけようかな、ポップつけんの、とか思ってる方、このガードゲージアップしたデルムリン島ダイ、これつけるのワンチャンありです。結構戦闘でね、あーもうちょっとなのになとかね、あーちょっと苦戦してるなっていう方はね、それで結構生き延びれるかもしれないです。これなかなかあんま知らないんじゃないかな。うん。はい。これ二つ目ね。はい。で、今回、イベントに関しては、まあ、言わずもがなな部分あるんですけども、はい。で、実際ね、これ、一応じゃあ、ここのね、例の、マームさんのステータス見ましょうかっていうことで、一応これ最大ね、レベル80時、レベル 80?のステータスなんですけども、魔法攻撃が222、魔法防御143、回復力が292ということなんですけども、これ実際のね、ちょっと、あの人見てみる?レオナさんと比べるとやっぱちょっと見劣りしちゃうんよね。レオナさん、これレベル68の時点で、魔法攻撃282、魔法防御137、そして、回復値が254かな?うん。
なので、ちょっと見劣りしちゃうかなっていうところがあるかな。はい、僧侶部分がね、やっぱ強いというキャラの部分もあるし、まあどちらかというとレオナの場合は回復と凸、こちらマームの場合は回復と光という形ですかね。だから相手の弱点によってまあ変えてもいいかもしれないですね。うん、なので回復値に関してはまあでも同じレベルぐらいになったら一緒ぐらいになるのかな。そんなに差異はないって感じですかね。うん、はい。で、例のごとく、マルチに関しては、こちらの中級級は、こちらがすごく効率はいいです。なので、よっぽど余ってる方以外は、中級のマルチは9話で消化がいいと思います。で、必須周回場所としては、上級7話、こちらライトバーストの書。あと、こちらで光の紙片が落ちます。あと、初級ね、最近始めた方向けに赤い玉も結構落ちます。なので、こちら7話周回が一番いいかな。うん。まあ、この辺はいつもの感じでしょうかね。はい。そして、今回ね、少しこのマームイベントとは関係ないんですけども、なんと、ね、この、バグというかな、雷大君を使っちゃうと、このね、雷大君のベンガーナ大じゃないわ。雷大君、ベンガーナ大ね、わかってるやん。ベンガーナ大君のこのライデンスラッシュ使っちゃうと、ね、めっちゃワープしちゃうっていう、またね、これバグなのか仕様なのか、なんで、どこで売ってんねんっていうのね、また発生してるみたいです。ちょっと一度ね、映像、ご覧いただきましょうか。どうぞ。はい。で、これね、ここまあ、いきなりボスのなんですけども、ここ、いきなりオートにしちゃうと、大君が、とんでもぶっ破しちゃうんだよね、ここ。あらー！ね、ライデンストラッシュで、まあ、当たってるからいいんですけど、勝手に使っちゃうっていうね、これ多分バグだよね。なので、ちょっと今回ね、ライデンストラッシュ大君オートで使う場合は、少しの間要注意です。多分そのうち修正されるかとは思うんですけども、いろいろ、避けられてもしたりね、したらちょっとめんどくさいよね、っていうね。今回特にね、このメタルハンター、一応雷弱点でもあるんで、まあ、使いたいところなんですけども、オートで使うときは、ちょっと要注意した方がいいかもしれません。はい、ということで無事討伐と。ちょっと大君賢くなって帰ってきてね。はい、ということでね、ああいう感じになるみたいですので、まあ気をつけてください。はい、ですね。で、あともう一個ね、ちょっとこれも関係ないっていうかな、まあ、闘技場今回ゴールドね1位になってるんですよ。ゴールドリーグね1位になりましたけど、まあもうグループ一つに全員入れられちゃってる感じなんですが、現状でいきますと、なんか降格なさそう。とりあえず今のところね、うん、今んとこ降格なさそうなんで、まあ上がれる人は上がった方がいいのかも。で、今ね、おそらく前まで19人昇格の40チームぐらいあったのかな。なので、760人ぐらいはいるはずです。おそらく800人近くね。なので、これがもうちょっと増えた時点で、もしかしたらその人たちぐらいは降格するのかもしれないんですけども、現状は、降格がないような形なので、もう昇級昇格できる方はもうどんどんしていった方がいいんじゃないでしょうか。これはちょっとね、次回以降見てみないと分かんないんですけども、はい、まあとりあえず二軸弱強えなというところです。あとこれもね、あんまり使ってるスタンプ編集がアップデートできてます。
通常用とバトル用、あとスタンプがこのように追加されています。なので、気を抜いてる方には気を抜かないでね、スタンプね。あまり反りが合わなかった人にはまた青スタンプ、こちら使ってみてね。はい、ということで最後ね、マームさんからのお願い、これ実はねもう今までのは本当前座です。もうこれだけ言いたかった、ね、今日はこれだけ聞いて帰ってください。これね、はい、何かっていうとイベントクエストの、マルチね、マルチで今回これ装備品がね、いつもちゃんとね、装備してきてねってこれねよく言うんですけど、今回僧侶なんでね、装備が。なので、無理に僧侶で来なくても今回は大丈夫です。これね、僧侶2人ずつ、2人というか僧侶3人で行くと大体ちょっとカオスになったり、うん、しちゃいがち、うん。カオスになりがち。なので、マームさんにはこのね、シャイニングバンド、ちょっとなんか、むっちゃ急に中二病臭い声ね、なんかイラスト、あ、いらんことやんとこ。シャイニングバンド、ね。この主人公は、まあ、ぶっちゃけ、雷系スキルなり、強いのでいっていいかなと思ってます。無理に僧侶で来ないでね、大丈夫だからね。今回は、そこは大丈夫。無理に来なくて大丈夫だからね。ということで、これが今日の一番言いたかったことでした。はい、いつも拙い動画で申し訳ありません。またよろしければチャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、失礼いたします。